岡田哲平は日本のバイオリニスト。福岡県行橋市出身。4歳の幼少時よりバイオリンをはじめ、以降、厳しいレッスンを重ねて育つ。義務教育終了後は、東方高等学校音楽科を経て、東方学園大学音楽,楽学部演奏科へと進学。同大学卒業の後、研究科も合わせて終了。現在は、ソリストとしての活動とともに、 ピアニストの杉浦哲郎とのデュオ、杉哲也、佐藤美幸、田中潮織、岡沢明子らとのユニット、チームキーランのメンバーとしても、各地でコンサート、ライブを行いながら、雑誌及びテレビ、ラジオとメディアの隔たりなく、露出の機会を増やしており、全国を移動する多忙な日々を送りつつ、音楽家として多方面にわたり、活躍の場を広げている。ソリストとして、 多数の楽団公演に招かれ参加、出演する以外に、いわゆる冗談音楽の演奏家としても活動。また、ニコニコ動画や YouTube といった、動画投稿サイトにおける動画や生放送の投稿、配信なども行っている。また、クラシックカーの整備やレストアを手掛けるなど、車を愛する、カーマニア。でもある。2019年11月3日、年下の医師と結婚。 趣味は車で、特に旧車のカーマニアとしても幅広い知識を有する、ことで知られる。CD ソロアルバムは必ず愛車を使用したジャケットにし、演奏 PV も旧車、メルセデス・ベンツ560セルを使用している。ありがとうございます。